그러니까 急激に 沈むんじゃなくて 静かに沈んでいくっていう感じがありますね。足取りは3回ですね。1、2、3って形になります。決して、あの、今の日試合で、いい状態で、やられてるんですけど、ただ働きはね、回るんじゃないですか。回る。 手を少し外側に向けます。で、右は相手の足の前の足の小指の斜め線ぐらいに小さく入れるつもりで入ってください。あんまり置き換えるとね、後が続かないんですよ。小さめ小さめ大きくという、小さく小さく大きくというなりますので、はい、ご自愛ください。 ちゃんと仕事をやってるんですよね。で、何が大事かっていうと、この手の場合は、実はここでこうやってこういく時のこの段階が大事なんですよ。手だけじゃなくて、ここで忘れがちなこっちの肩の働きを自分が確認をして沈ませるんです。相手柔らかく強い状態に肩を作って働かせるんです。手をそれだけじゃないんです。 忘れがちな、こっちの肩、こっちは意識いきますけども、こっちばっか使うので、こっちは忘れがちなんですよ。それをここもここもここもちゃんと働くような形で使うんですよ。ちょっといい傾向になるんですよね。じゃあもうちょっとやってみてください。本当にいいですから。この状態の体重移動というものがとても大事になります。 で、足は軽くスーッと寄せ落ちます。で、右に小さく、2本目が寄せです。で、3本目大きくこう出ます。その時に、その寄せをする状態がとても大事なんですよ。それがないと、わざわざスムーズにいかないし、他の技やってもバタ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 動く結果が出てくるんですよね。相手の人の大半の人はバタ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 動いてるんですけども、とてもがっかりします。 あれは体重移動がうまくできない証拠なんですよ。だからバタバタ動いちゃうんです。はい。で、この最初なんか小さく、決して大きくやらないんですよ。大きくやると自分自身のバランス壊すし、技として凍結を起こりますよ。はい。小さく、相手の前の足の小指を斜め前に近いところに入れるつもりで、こうですよね。こう。この後、ほとんどの人は、この状態で足をこう持ってきちゃうんですよ。 つまり体重が全く移動してないし、軸もできてないのに、次の動作が始まっちゃってるんですよ。ですから、こういって、座ってなるんですよ。そうじゃなくて、こう、いじめをしたらですね、十分ここに体重が乗って、ここに軸ができてから、脱力した状態でこの足は強って寄せられるんです。これは小さい動きですから、やりやすいんですよ。大きい歩幅で座れるってことも難しいんですよ。 一瞬のうちにそれをするわけですから、初めはやっぱなるべく小さく、これは基本です。基本技なんですよ。だからその訓練ですから、こういってね、この瞬間にもうスッと体重かかってて、こっちはもう楽な足なんですよ。その時に寄せられるんです。この寄せです。で、相手でも最も大事なことをした時に寄せがあるっていうふうに、 会社のお弟子さんの時はみんなそれを大事にされたってことは、やっぱり、そういう傾向から出てきたんですよね。で、今の人はあんま知らないんです。で、こうやってですね、この寄せがしますよね。で、寄せして、今、後ろ足に体重があったのが前足、右足に体重が移っていって、今度は左足が寄せられてきて、今度は左足に体重を移るんですよ。 左に体重が移った状態で一歩が出てくる。最後です。ですから、この 1、2、3 という動きの中で、もう瞬間的に体重が上がるんですよね。で、それがこなれてくると、多少歩幅が大きくなっても瞬間的に体重が出来るんです。スムーズに動くんです。で、そういうことをやって、さらにちょっと発展したのが、この、こういうふうな状態なんですよ。
で、さっきの一番最初にあったこの意味よりも今度の意味が少し大きくなるんですよ。さっきはこれもこれぐらいです。今度はその倍ぐらい動くんですよ。さっきはこれぐらいだったんですよ。これぐらい、これで終わったんです。で今度はね、こんだけ行くんですよ。で、こんだけ移動してここに体重が十分かかったときに、こっちの辺り右半分が脱力して楽な状態でスルッと行くんです。で、このスルッと行った後は今度は前足に体重がかかっていくんです。はい、もう一回言いますよ。体重を上手にしてください。で、姿勢を決して崩さない。姿勢を崩すと、くの字になるとこうなりますから、十分な体重移動できませんか。はい、いい姿勢で。で、それで触れると、こういって、こうなんですよ。こういってですね。で、足を使わないで、手でやりますが、最初の崩しは、こうだったんです。今の崩しは、こうなんです。そんなに変わらないんですよね。ちょっと落ちないぐらい。で、最初の崩しは、こうだったんですよね、帰って。これでストップです。で、今度の崩しは、もう一度に戻るんですよ。最初は上がってストップですよね。で、今度はそれが戻るんですよ、下まで。そういう動きの大きさはね、あるんですけども、どうですかね。早く違って言いますけど、もっと細かく説明しますが、最初の動きの中で、こう行きましたでしょ、こう。行ったときに、皆さんの動きをやりだしているのは、最初の段階で、早い段階で入り身をした足とかかとがついちゃってるんですよ、しっかりと畳に。そうするといい動きはできません。申し訳ない。はい、こういった時はまだかかとがついてないんですよ。で、体重移動するときにかかとがスッとつくんですよ。で、まだ動きがどんどんついてないんですよ、次の足と。で、この状態がこうやってついてないかかとがつくときにこう入ってますから、で、ついたときには最後のこういう動作に入っていく。ですから足の作りはとても難しいんで、それが抵抗の違いがあることなんですよね。で、この表のこっち入る場合もね、最初こういったときにはかかとがついてないんですよ。で、かかとがついてなくて、手の動作はほとんどの方はここで止まって、ここからよいしょっていくわけですよね。それが遅いんですよ。そうじゃなくて、もうね、こう入ってるんですよ。右にしてるときに、手の動作はこのままくるんですよ。で、これを言うと、さっきの邪魔なことをやる人があるんで、これだって、こうなんですよ。こう右にして、畳に足がつく前から手をもうさばいてるんですよ。なんですよ、なんていうと、例えば、一応出て、もう長く見えましたので、もう本当に神業ですよね。速いし、切れるんですよ、恐ろしいぐらいに。もう本当に元気な時は、もう素晴らしかったんです。その時に、受け取ると、僕が十分な準備をしてね、まだ悪かったし、先生を攻めていくっていうのは、手を取りに行くんですよ。手を取りに行くんだけど、手が外れちゃうんですよ。何度も。で、初めは、自分のね、まだうまくなかった手だなと思ったんですが、だんだん分かってきたんですよ。それはね、自分が予測して、普通の人のように、こっから技が始まると思って、取りに行ってたんですが、そうじゃなかったんですよ。もう、入り身をする段階から手が動いてるんですよ。動き始まってるから、取ろうと思ったことで取れないんですよ。すぐ外れちゃうんですよ。で、そういう映像が残ってると、あの頃自分は分かんなかったなって、わかるんですけど、今ようやく分かったんですよ。小さい手も別に情けないんですけど、ですからこうですね。手が崩れるんですよ。そういう考えを持ってね、やってほしいのは、入り身をした時に十分な状態で体重を移動するということですね。常に相手の場合は足を倒すですね、こういうですよね、近すぎもしないし、遠すぎもしないみたいな足を置きます。この場合は自分のパンチも当たるけれども、当たるところにちょっと入れれば当たるけれども、相手のパンチも自分に届くという、相手の突っ込みさが届く、
人気ったことがあるんですよ。シャーフィードもお互いも全然当たっちゃいますよね。フォースピードのためにも肩を回さなきゃダメですよね。あったとしても。それで、ちょっとした動きで、自分の感じは良くなくて、当たりが当たるという距離に足を取る。そういう攻め切れの中で、やられると、戻ってきてくれると思います。戻ってってください。それでは、先に戻ってね、同じですから、足を使わずに、足はあえてこうやってキープしておいて、手だけの動きやってみてください。で若干手のひらは外側に向けて出します、こうやって。で、あんまり遠くにも行かないし、近づきもしない形で、ちょっとこの脇が楽かなぐらいのところに手を置いて、あげ持ってもらいます。ここでこの手の崩しだけやります。腰を使ってもいいです。こういう形です。こういう形です。手のこのラインを作りましょう。それで、いきなりこの段階で沈める、引っ込む人がいますが、そうすると、相手の方が自分の脇の下に入ってくる原因になりますから、動きの中で、いつの間にか沈んでいくという形を目指してください。こうです。よく見てください。こうですよね。で、これ実際、入り水の時には、こういうふうに腰が入ってきますね。これ入ってって、入った腰は今度はこうなってくるんですよ。すいません、なんかやりこし話して。いじみで腰が入ってきますよね。体も入ってきますよ。入っていって、今度、このすれ違うようにこういうふうにぐっと手が大きく、こうです。こういった腰がこういうふうに。あんまり考えたことないですよ、そういうこと。やりにくいと思いますけど。そういうことをちょっと頭の片隅に置いといて、こういう感覚から崩しのラインを、手さばき、手のさばきを。